神田川は今日も美しいですね。静かで、穏やかで、私たちを見守っているかのよう。ミスダさん、お話ししなければならないことがあります。何か嫌な予感がするのです。嫌な予感とは？この川が穏やかなのはジェットレースという儀式で地脈を安定させているから。ええ、全て神事のおかげです。でもそろそろ私たちの力を凌駕するような想像もつかない恐ろしいことが起こる気が。想像もつかないような恐ろしいこと？それは何かは分かりませんが、ですがこのままでは間違いなく起こります。そんな、何としてでも食い止めないと。ちょっと、試合するって呼び出しといて何おしゃべりしてんのよ。こっちは暇じゃないの？アイドルの仕事もあるんだから。すみません、気づきませんでした。お待たせしてすみませんでした。すぐにレースを始めましょう。川のために一刻も早く儀式を行う必要があります。何でもありません。すぐに参りましょう。秋葉原電水街の外周を回るこのコース、沿道の観客もレースの開始を今か今かと待ちわびているぞ。ジェットレースの基本動作が組み込まれた長めのコース、シンプルな構成だからこそ小手先のテクニックでは勝てない。全ては地脈の安定のために。3、2、1、スタート！さてさて、今日も思いっきり走っちゃいますか。最高に楽しませてもらうよ。気のせいでしょ。何か胸騒ぎがします。ぼーっとしてんなよミスだ。負けたら承知しねえからな。やったね。まだ大丈夫大丈夫、開けるよ。くそー、狙われています。よーし、こっからだね。30名で開けちゃうよ。私の腕前、手柄をいたしましょう。それしき生きています。名残惜しいですね。
腕前。そんな心配そうな面見せるなっての。なんかいつもと様子が違う感じ。走りに影響は出てないけどね。何が起きたんだろう。刺激を進めましょう。超過剰しない。走りだったじゃねえか。さすが俺だろ。務めを果たすことができました。これで恐ろしい何かを封じられていればいいのですがね、玉木さん。あれ、玉木さん。ちょっと何なのよ。こっちに来て玉木を止めてよ。スイさん、リナさん、どうかなさったのですか。どうしたもこうしたもないよ。フーカちゃんが暴れてるの。止められるのはあなただけでしょ。うっせえぞヘロヘロキッチン。負けたんだから罰ゲームって言ってるだけだろうが。ヘロヘロキッチン、ちょっとヘルズキッチンで呼びなさい。だからキーキー叫ぶなって。敗者は敗者らしくおとなしくしてろっつーの。これから罰ゲームしてやっからよ。どうしたのでしょう。人格が変わるのはレース中だけなのに。もしかしていのりちゃんも対処法がわからないの。二人とも迷惑をおかけしてすみません。彼女も本意ではないはずです。どうか気を悪くなさらないでください。うん、別にいいけど。大丈夫なの。わかりません。もしかしてさっきの嫌な予感と何か関係が。ミスだ。何しょげた顔してんだよ。勝ったんだから喜べよ。うん。玉木さん、なんだよ怖い顔してよ。行きましょう。
ここにいては迷惑がかかりますから。おい、ミスだ！どこへ連れて行く気だよ！